ハローとケケです。今回ですね、まあ、最近ちょっといろいろ思ったことを話していきたいなと。なんかいろいろ世間に賑わしてるじゃないですか。やれ結婚だったりとかめでたいニュースがたくさんありますよ。まあまずはシルクとユンちゃんですね。結婚おめでとうございます。少し前だったら、徹也と峯岸みなみちゃんが結婚したりとかして。まあ、皆さんからしたら、シルクとかその徹也とかすごいなんかこう、もはや芸能人みたいな、そんな感覚だと思うんですけど、僕からしたらその、学生時代から知っている人たちが結婚するとすごく寂しいんですよ。と、独身男が一人暮らしのタワーマンションの台所でほざいています。いや、本当におめでとう。いや、本当におめでたい。いやー、素敵。素敵やん。なんでしんすけ兄やん出てきた。まあちょっと今回はね、結婚について話したいなと思いながら、晩飯さっきまで食べてて、後片付けまだ終わってないよ。後片付けを、なっちゃんオープニング撮ってる時にすっごいトイレするやん。まあちょっと後片付けなんかをしながら今日はまったりと話していきたいと思います。完全にオフ状態の竹焼き、いわゆるオフ焼きです。オフ焼きいいんじゃない。焼き、俺がじゃあ味噌ラーメン作ったら味噌焼きでいいんか。じゃあ俺が後輩に焼きを入れたら竹焼きになるのか。もうそれも意味わからんな。俺やん。まあちょっとね、片付けていくわ。うるさいかもしれんけど。ああすごい、宇多田ヒカルの MV みたい。そんな時だってずっと二人で。俺さ、そのシルクとユンちゃんが付き合ってるってことも知らんかったよね、そもそも。まそんなにめちゃくちゃ親しい仲でもないからさ、コラボを2回ぐらいしたことあるっていうだけだから、意外な組み合わせやなっていう。まずね、しかもなんかそれがさ、ウームスタッフしかり、俺もそうやけどさ、全く耳に入ってけへんかったよね。ってことはさ、周りの人がさ、いかに喋ってなかったってことやんな。なんかそこが二人の人間性というかさ、人柄が出てるというかさ、なんかそれも踏まえて素敵やなーっていうふうに思いましたね。で、各言うね、皆さんも気になるところだとは思うんですが、竹焼きがいつ結婚できるのかというね、話なんですけども、今までさ、かれこれ活動してきて、22の頃からやってきてさ、まあその、毎年毎年さ、まああるやん、なんかお決まりのくだりみたいなさ、クリスマスになったらさ、うわ、寂しいわ、寂しますだわ、みたいなさ、そういうのも疲れてきたな、みたいな。いやでもさ、俺ビビったんがさ、なんか前にシルクが結婚した時に、いやなんか竹焼き動きますみたいな。ダウンタウンのまっちゃん、なんか今さ、世間に賑わせてるやんか、その中田のあっちゃんとバチバチやってるみたいなんで、なんかそれ見ててさ、松本さんもじろうと思って、松本動きますみたいな昔あったから、別に特に何の意味もなく竹焼き動きますって言ったら、もう本当にやだみたいな人がめちゃくちゃ出てきて、違うっていう。ごめんごめん、全然そういうつもりじゃなかったよっていうのは言いたい。だから結婚する予定もマジでない。まあ人生ね、何が起こるか分からん現時点で言えるのは、いやもう 2,3 年ないんじゃないかなっていう、少なくともね。いやとか言って電撃結婚したいけどな。でもさ、前の動画でも言ったけど、本当にこれはマジで言ってるから、これでさ、俺が言った後にさ、3ヶ月後ぐらいにさ、竹焼結婚しますよってさ、こいつマジないわってなるやんか。そういうことはしたくないよ。けど付き合ってるってことはもう言う必要ないんかなっていう風には最近思いましたね。憶測がいろいろ生まれるから、普通に結婚するときは竹焼結婚しましょうみたいな、そんな感じにしたい。でもさ、なんかだいぶ前の動画でさ、この人一生結婚できなさそうってさ、コメント来ててんけどさ、いやなんかそういう雰囲気出てんのかな。なんだろうね。教えて、なんでそう思われてるのか教えてよ。なんか個人的に、まあ、YouTube 歴史を振り返るとさ、2015年16年ぐらい、いわゆるガチ恋系の YouTuber がたくさん出てきた時に、あ、そういう子、彼女はいませんみたいな、恋愛の質問コーナーしても、最近やったのはいつかみたいに聞かれても、もう全然答えへんっていうのが、なんかある種ムーブメントやったというか、アイドル性を高くしてる時期があったと思うよね、 YouTuber 自体が。でもさ、なんかもはやそれを超えて最近のみんなの動向を見てると、むしろ結婚してる方がかっこよくね、かっこよくねっていうか、 YouTuber という仕事って昔ふわついてると思われてたけど、ちゃんと結婚ぐらいできない、やばくねみたいな雰囲気漂ってきた気するんよね。なんか誰と結婚するんやろな。橋本環奈さん見てますか。いやでも橋本環奈さんなんか最近熱が出てたな。終わったわ。いやだからさ、なこんなこと言ってても、ぶっちゃけ俺今まで芸能人にガチ恋とかしたことないんよ。強いて言うならタイプはって言われたら、その橋本環奈さんっていうのはあるんやけど、どうせ手に届けへん存在やのになんで恋するんやろうっていう風に思っちゃって出たよな、昔から。っていう感じでさ、考え方でいくとさ、俺誰と結婚すんだよと思った時に、もしかしたらワンチャン YouTuber とかあんのかな。 YouTuber と付き合っても大変そう。まあ、カップル系 YouTuber は 100% 分かれるやん。てかまあ仲が悪くなると思うよな。どこデート行くにもさ、あ、これ企画にできるくねみたいな感じでできるわけやんか。それは絶対嫌よな。でもさ、これまあもうこれさ、もうぶっちゃけて話すとさ、動画で言ったけどさ、昔 YouTuber とちょっとまあそういう付き合うみたいな、そういう時期があったんよね。やっぱ大変やったよ、めちゃくちゃ。
ちゃ。いやだってさ、なんかこうファンの子に話しかけられてさ、そっから応援してますみたいな、写真撮ってくださいって、いやじゃあ写真撮ったって言ったらさ、その写真撮った直後にリークされたりとかさ、ちょっともう人間不信になるじゃないけども、そんな感じのこともあったもん。でも世間の反応どうなのな、シルクとユンちゃんの結婚って。もうめちゃくちゃめでたいやんか。俺の方にもコメント来ててんな。最近シルクと同食生活のさ、なんかシルクが食べたものをそのまま一日俺も食べるみたいな同食生活しててんけどさ、だからそこにもうわ今見たシルクユンちゃんとおめでとうみたいな感じのコメント来ててさ、いやさ同食生活だからか知らんけどさ、ユンちゃんを食べたらたき焼きも食べに行くの絶対やめとけ。最低なコメントすんな。もうそういう同食生活じゃないねん。ちょっと待ってな、電源充電切れたから。ほー、たまにはまあこういう動画もいいんじゃない。ちょっとお酒でも飲むか。あんまり弱には吐きたくないけど、毎日動画投稿やんか。毎日動画投稿をしてたら似たようなネタも被るわけなんですよ。ちょっとまあ既視感のある動画がまああるというかさ、でもそれ仕方なくない。まあそういう風にせえへんためにね、努力しなあかんねんけどさ、まあついちょっとこう廃墟系が続くとか、食べ物系が続くとか、ぼっち飯続くとかさ、まあそうなれへんようになるべく順番は変えてるつもりやねんけど、こういうもね八方塞がりよ。しかもさ、まあ一応その毎日動画投稿でやっててさ、今日ちょっとだけ動画出すん遅れちゃったよね。動画出すん遅れちゃったらさ、今日動画上がらないのかなみたいな、肉ちょもさんの方で電話出演してたけど、ないならないで一言ツイートしてほしいの、今日はショートだけだよってさみたいな、それなみたいな、案件の明日の予告ツイート上がってるのにね、そういうとこみたいな、そういうとこ。もうなんか俺さ、日々毎日さ、動画頑張ってさ、毎日さやってやるのさ、だって俺2年間休んでないのってほんまに。でもその道を選んだのは俺やから仕方がない。動画出すの遅れてしまって申し訳ない。これさっきどっちが出てるかわからんけどさ、今日動画遅れた理由話していい？だからその俺だいたいさ8時ぐらいに出すねんけど、今日10時ぐらいになっちゃったよね。っていうのも動画の書き出しがあって、それから思ったよりなんか時間めちゃくちゃかかって、でその前に撮影せなあかん撮影があって、パチスロ生活に行ってて、でそれで行かなあかんから、まあパチンコ役やんか、で売ってるやんか、やばいまだ書き出し終わってないかなって。車で来たから、車の電源コンセントでパソコン充電しながらそれで書き出ししててさ、動画ので、あるタイミングで兄に行ってもらって、書き出し終わったって言って、快活クラブとかネカフェ行ってやっといてって言って、わかったって言って兄がこうネカフェまで行ったらさ、なんかパソコンがアップデートできてなかったから Wi-Fi 繋げれませんみたいな。その間帰ってきてパチスロ打ち続けてさ、パソコンもらってもう一回家に持って帰って、家でアップしてっていう風にしてたから時間がかかっちゃったっていう。だから原因はねパチスロですね。しかも負けたし、すごい嫌な気分やったわ。すごいついてなかった。あったらメダル出るやんか、全然出えへんし、動画も出えへんしみたいな、そんな日々でした。いやだからちょっとごめんな、毎日動画出してるから遅れる時もあるけど、そんな辺は勘弁してや。しかもなんか別の作業とかでさ動画遅れますっていうのも言われへん時もあるからさ、ちょっとそういうこと言われたら悲しいかな。じゃあちょっとみんな乾杯。ちょっとあーうまい。いやだから結婚って本当にどういうタイミングでしたいって思うかな。なんか今まで結婚はするかなって思ったことはあったんよ。付き合ってて多分このままいけば結婚なんかなみたいな、なんかそういうタイミングは今まであったんですけど、まあ、結局仕事が原因って言ったら言い訳になるかもしれへんけど、まあなんかまあやっぱ俺のエゴなんかな、もうそういうとこやぞっていうことをね自分に言い聞かせたいんですけど、そう思ったら今が大事な時っていうのが数年間続いてるみたいな。俺もいつまで体持つか分かれへんからさ、この前思ったわ。カップラーメン生活してた時に1週間カップラーメン生活ってやったのがさ過去一きつくてマジで体調不良になったんよ。やっぱさ体ってさその食べ物から作るわけやんか、その食べ物から作られるものがさ俺1週間の間カップ麺で動いててんだよ1週間体が、そらダメになるわっていう。そうだからあれの時にちょっとうわきっつーと思ったから、ずっと続けられるよな、これじゃあ10年後やれって言われたらやれてないと思うからさ、徐々になんか自分のペースというか自分ができる範囲の企画をできたらなぁとは思うんやけど、まあ難しいよな、毎日動画投稿はやめたくないからさ。まあ別にこれはこれで割と距離近く感じるというかさ、密にみんなと話せてるみたいな、こういうのはたまにありかなっていう。あそうや、ちょっとあとみんなに言わなかったことがあってんけど、8月の6日に竹脇賞ラトラトのワンマンライブサードライブがありますので、ぜひ遊びに来てください。まあ竹脇賞いろいろイベントとかそのお渡し会とかチェキ会とかしてるんやけど、やっぱり一番みんなにね見せたい部分はライブなので、だからそこは来てっていうお願いっていう。来年再来年ゼップ武道館っていう道を目指してるからさ、動画もそうやけど俺の中で動画ってコメント欄評価視聴回数含めてみんなと作り上げてるものやと思うよね。だから動画が俺が完成するときって俺がその書き出したときじゃなくて、アップしてみんなの反応がある程度上がった後に完成されてると思うよ。やっぱりみんなの反応があってこその動画やなとは思うから、だから一緒に作り上げるって意味じゃ、そのねライブも俺一人じゃ歌ってても誰にも届けへんし、誰の心を震わすこともできない
できんから、やっぱみんなが来てくれて初めて完成するものやと思ってるし、動画ももちろん盛り上げるけど、それと同時にその盛り上がってるタイミングでみんなとこう同じ空間を共有するっていうことをめちゃくちゃしたいから、もしよかったら下の概要欄から申し込みますので、一緒に竹脇翔と遊びましょう。新曲もそろそろ配信されます。いや、どうでもいいけどさ、6年前の写真が最近出てきてさ、その昔俺 Windows 使ってたよ。 Windows 使ってた時のハードディスクが出てきて、それをパソコンに繋げたらさ、昔の写真めちゃくちゃ出てきて、その時の写真、ここの時痩せてるわ逆に、ほらなんかちょっと痩せてない、メガネかけてみたいな、ふと出てきた写真懐かしいと思って、これから何年かと考えたらめちゃくちゃ時間経つの早いね。まあその今まで結婚のタイミング何回かあったって話したけどさ、一番最初に結婚のタイミングっていうか、あ、もしかしたらと思ったんが、今からやっぱ10年ぐらい前に付き合ってた時によく動画で話してる YouTube が原因で別れたっていう彼女、あの時 YouTube 辞めてたら多分結婚して今頃子供がいて全く別の生活を歩んでるっていう風に考えたら感慨深いなぁ。あの時俺は YouTuber をやるっていう道を選んで別れを選んだから、まあ、結果論ではあるけど、やっぱあの時の自分の決断を褒めてあげたいなっていうのは、俺は今で間違ってなかったって思うし、嫌なこととかいっぱいあったけど、この活動してて、なんかそれをひっくるめてもさ、俺今が一番すごい楽しいよね人生。なんかでもそれを作り上げてるのってさ、過去にそういう土台があったからこその今の俺なわけやんか。だから、あ、じゃああれはあってよかったんやって思うようになって、って考えると、今嫌なことがあっても、まあ将来のためのなんか投資じゃないけど、そういう風になるようになってるんやろな人生っていう風に思うから、まあだからね、まだ見ぬお嫁さん、自分が頑張れば頑張るほど見えてくるのかなっていう風に思いますね。いや、だからこの動画は本当に、じゃあ将来俺が結婚した時に見返すみたいな感じにしたいね。はい、こんな感じのことを、ぼやくという独身タワマン住み猫2匹飼いの男からの動画でした。まあそんな感じでちょっと今日はまったりね、結婚について話したいなと思っただけなんで、まあこういうラフなことたまにはいいかなっていう感じでね、思いました。まあそれではそんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。僕たちは絶対絶命の